おととし購入しました、こちらのオムプリッセ一世三宅のパンツの長期レビューをしたいと思います。はい、小林です。皆様いかがお過ごしでしょうか。おととしの購入品紹介の動画の中で、出てきたんですけれども、こちらのオムプリッセのパンツですね、こちらを買ってかれこれ2年ほど経ちましたので、実際どうだったか、買ってみてどうだったかみたいなところを紹介できればなと思っております。なかなかですね、これを何ですかね、気になっているけどすぐ買おうとはなりにくいと思うんですよね。なんかコーディネートとか実際こう使いやすいのかみたいなところが気になる方が多いかなと思います。買われる方はもう即決で買われるとは思うんですけれども、なんかそういった方の参考になれば幸いでございます。はい、2022年12月までにチャンネル登録者数1万人を目指して活動しております。皆様に楽しんでいただけれるようなコンテンツ作りに尽力してまいりますので、チャンネル登録何卒よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、過去にもちらっとは出ているんですけれども、こういうふうに大々的にフォーカス当ててっていうのは一世三宅初めてですので、一世三宅というブランドについて紹介させてください。一世三宅のホームページにあるコンセプトを引用しますね。1971年ニューヨークで初めてのコレクションを発表ということは、もう半世紀以上経っているブランドですね。日本の洋服アパレルブランドの中でも群を抜いている長寿ブランドというかですよね。三宅一生さんの服作りは当初から今日に至るまで一枚の布という考えに貫かれています。ということで、服作りのアプローチの仕方が全然違いますよね。一枚の布という考えっていうのがなかなかもう独特なんですけれども、この考えがあるために、今回ご紹介するこういったプリーツプリーツ一世三宅の独自の生地が生まれたりとか、あとはあれもありましたよね。一見すると布なんですけれども、持ち上げるとちゃんと人が着れる洋服になっているみたいな、こうブランドの革新性というか独自性につながっているのかなと思います。ブランド紹介はこの辺にしておいて、こちらですね、オムプリッセ一世三宅のパンツでございます。早速僕の着用動画見ていただきます。こちらはテーパードが効いたパンツで、形としては結構合わせやすいのかなというふうに思います。洗濯レースが入っておりますので、生地は何ですかね、こうリラックス感みたいのはあるんですけれども、ちゃんとそれだけではなくてドレッシーさが含まれたようなデザインです。購入から1年ほど経っていますが、この形のシルエットはすごく好きでございます。これを買う前にスタンダードな形のものもあったんですけれども、それはもう本当にシンプルでセンタークリースとかもないようなバージョンだったんですよ。ちょっとそれだとエッジが効いていないというか、リラックス感が強すぎたので、センタークリースが入っている方の今回のこちらを買ったんですけれども、非常にシルエットも綺麗で気に入っております。この生地に関してですね、プリーツプリーツの生地に関しても、やっぱりこう人の動きに合わせた独特なプリーツの生地の揺れがいいんですよね。なんか普通の生地だと絶対こんな動きしないみたいなのが、このプリーツプリーツでは出るという、動きが出るといった感じです。機能面も優れておりまして、このパンツ洗濯機で洗えるんですよ。30度以下の水でネットに入れて洗うことができます。こんな感じでシワにもなりにくいですし、意外とお手入れは楽ちんです。ただですね、この生地を取り扱う際に一つだけ注意しなければいけないことがありまして、こちらのプリーツですね、熱を使って加工しているということもあり、熱に弱いんですよね。
そのため熱を使ったタンブラー乾燥とかアイロンとかスチーマーとかがダメです。なんかプリーツがやっぱり消えてしまうものですね。あとはですね、最初の方で使いやすいとは言ったんですけれども、全て合わせやすいかっていうとそうではないと僕は思っております。例えば何でしょうかね、先日の動画で紹介しましたリバースウィーブとかはあんまり合わないのかなっていうふうに思います。なんかこう経年変化で出来上がったあのヴィンテージの雰囲気とこのこう革新性あふれるもう現代の生地のギャップがなかなかこう生まれにくいんですよね。なので僕はヴィンテージのアイテムとはあんまり合わせないことが多いです。絶対に合わせないということではないんですけれども、たびたび登場しているイズネスのブレザーとかちょっとこうモダンな今っぽい生地感、今っぽい洋服に合わせることが多いですね。はい、まあ、正直今の時期はなかなかこれは寒いので履けないんですけれども、まあ10度ぐらいだったら履けますかね。1度とか1桁台とかになっちゃうと履けないんですけれども、これからの季節楽しみなパンツの一つでございます。はい、いかがだったでしょうか。本日はオムプリュッセ一世三宅のこちらのパンツを紹介させていただきました。あとですね、僕実はトップスも何着か持っていまして、ちょっと SS 夏のものになるので今回は紹介しなかったんですけれども、後々の動画で紹介できればなと思います。プリーツプリーツオムプリュッセのことで気になることがございましたら、ぜひコメントお願いいたします。次回の動画の参考にさせていただきたいと思います。あとですね、一定期で皆様からいただいたコメントを動画内で紹介しております。さらにですね、皆様からいただいたコメントには全て返信をしておりますので、もう気軽にじゃんじゃんコメントしていってください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。もしこの動画が気に入っていただけましたら、高評価ボタン、どうぞよろしくお願いいたします。まだお済みでない方はチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。それでは。